はい、どうも、こんにちは、ラックです。サイレントヒル4ザルーム実況プレイ始めていきたいと思います。アイリーンを見つけて、アイリーンを起こして、アイリーンにバッグ持たせて、で、どこ行くの？って感じです。一応進む場所見つけました。はい、エレベーターが来ていない。右ボタンを押せ。はい。できた。おお？また貴様。お、やったな。いいな。さすが、アイリーンもとどめしてくるね。閉会以外は壊れてるって。開閉ね。あれ？え、これの意味は？え、これの意味は？意味ない感じ？ちょっと待ってくださいね。やっと進んだと思って見たら違うってやつですか？ちょっと待ってね。あれ、進んだ進んだ、よかった。あれ、鍵がかかっている。あ、アイリーン来てない。アイリーン、こっちこっち。お、ごめんなさい。え、鍵がかかってる。あ、この鍵ももう置いてきていいか。え、鍵？あ、一個行ってない場所ありますね。ここ行ってないですね。あ、入れました。あったー！なんだー。あったんだ。二人で入る？入る。行きましょうって感じ。アイリン、隣の部屋で起きているとか、そういうオチじゃないの。ちゃんとマップ見てないですよね、俺、本当にね。ダメですね。何？ベッドから、ベッドから落とされたみたいな、そんな、あ、違うか。でも端っこすぎないか？ということは、隣には、化け物だとかそういうお家じゃないでしょ。ありえない。まあ、そりゃそうだろうな。一人で戻ってきたってやつ。 急いで起きる気配もない。 よっこいしょって感じだ。 ダメだな。ヘンリーダメだな。おお、いきなり。はい。え、部屋の空気は重く感じられる。え、重力が 違う。赤い封筒が、手紙と小さな鍵が入ってる。あなたもあの世界に、をたくさん見てきただろう。あの恐ろしい悪夢を。しかし、あれに飲み込まれたらただの悪夢ではなくなる。悪夢に惑わされるな。取り込まれたら殺される。しかし希望はまだ残っている。この小さな鍵は導いてくれるかもしれない。もし、あなたが、名盤がはめ込まれた扉を見ていたのなら、今一度扉の向こう側を確認してみてもらえ。そして、死体下へ向かえ。奴の最深部まで。そして真実を探せ。
それは7月20日のジョセフだった。小さな鍵入手。何の変哲もない。誰もいないですね。ん？ちょっと待って、手形がおかしい。薄くなってる。薄くついてるんですね。見えない。はい。アイリーン1で。あ、いっぱいある。シーリングファンが落ちて、部屋の空気が、雰囲気が重苦しい。また、また、また。手上げてない、今回。気のせいだよな。なんか動いた？何も動いてねえよな。何も動いてねえよな。気のせいだよな。ちょっとセーブしましょう。あれからセーブしてないんでね。はい。ここにいっぱいありますね。私がこの自分の部屋から出られなくなってから何日くらい経つのだろう。いや、もしかしたら数時間しか経っていないのかもしれない。その間に14分の21の死体も上がったらしい。上がった。だんだん頭が朦朧としてきて、幻覚のようなものを見るようになってきた。はてなはてな。それは、はてな月、はてな日の出来事だった。もう一回。切れ端。ウォルター・サリバンは確かに自殺した。留置所独房内で、食事についてくるスプーンを自分の 首に突き刺し、そしてその傷から出血多量が原因で死亡している。勇気あるな。遺体はこの育ったサイレントヒルの外れの墓地に、ぼ、ぼれ、えー、ぼ、うーんと、えー、漢字、えー、ぼ、れ、えー、ぼ、なんとか名、もう、ぼ、墓、もうわかんない に、なしで埋葬されたのだ。まあ、名前書かれるんだけど、それがないようなやつ、ね。その後彼は10人殺害したことが世に知れ渡り、そして彼の連続殺人事件は10分の21で、あ、10、21分の10で 終わったかに見えた。しかし、その3年後、21分の12と刻まれた死体が見つかった。死後6ヶ月以上の、死後6ヶ月の、遺体である。つまり、ウォルターの自殺の2年半後に殺されたことになる。手口は全くウォルターと同じある一点を除いて。その一点とは、ウォルターの犠牲者の死体には10人全て心臓がなかった。しかも、ご丁寧に傷口は縫い合わされて塞がれていた。それに対し、21分の10には、の死体には心臓があった。もちろん、警察は、模倣犯によるものだと第2のウォルター・サリバンの捜査に乗り出した。しかし捜査は難航し、その間に21分のスジャさんの死体が発見された。ちなみにその死体、この死体にも心臓があった。だが未だにその模倣犯は検挙されていない。私はある仮説を立ててみた。なぜならその手口は誰にも真似できる、は、できず、なおかつその手口を知っている人間は極めて限られている。まずは私はサイレントヒルへ行くことにする。あの美しい湖のほとりの墓地へ。あそこに答えがあるはず。6月11日の出来事だった。その日の天候はおかしかった。先日の嵐を避け、その日を選んだにもかかわらず、そこは異常なほど濃い霧に包まれていた。しかし、その霧のおかげで、人目も避けて作業に打ち込める。警察はまた完全に模倣犯の線で動いている。だからここはまだ当時のままのはずと思っていた。しかし考えが甘かった。もっと早く来るべきだった。見るも無残に墓地全体が荒れ果てていた。先日の嵐で湖の水位が増したのだろう。そんな状況でも私はなんとかウォルターの墓を見つけ出した。はい。なんということだ。死体がなかった。
そしてもう一つ驚かされたことがあった。そこ板に、そこ板に文字が書かれていた。21分の11。6月14日の出来事だった。つまり、ウォルターは、二人っていうことか？よくわからないっすね。冷蔵庫の中何かあるかな？何もない。では、下へ下へと参りましょうか。うるさい。下へ下へと参ります。下へ行って母に会うという感じですかね。アイリーンが待ってる。ヘンリー。どうしたどうした、ずっとここにいたのか。そういう私には穴なんて見えないし、あなたは急に消えてってしまう。すごいね。こんなところに一人でできたら呪われてしまいそうだ。私はどうすればいいの？助かる方法があるかもしれない。ジョセフという人物を知ってるか？ すごい呆れてる。知ってるわ。あなたがあの部屋に来る前に、あの部屋に住んでいた人よ。なんか余裕そうだな、みんな。確かなんかのジャーナリストだった気がしたわ。あなたが来る半年前くらいに行方不明になったのよ。あの人じゃねえな、コート着た。それが最後の方は、なんか彼、行動がおかしかったわ。半年？彼はどうやらあるカルト集団、ウォルター・サリバンという人物について調べていたらしい。彼から手紙が来たんだ。下へ下へ向かい、奴の最深部を目指せ。そして真実を探せと。下へ向かおう。きっとそこに何かが。うーん、わかったわ。今私が頼れるのはあなたしかいないの。噛んでませんよ。あなたについていくわ。ということで、頼もしい仲間がまた一人増えましたね。また一人というか、一人戻ってきましたね。でですね。下へ行くには？多分一つしか道はないよね。あ、よかった、死んでる。ここだ。小さな鍵。もうなくなった。なんか来る。いや、もちろんいるとは思う。見てるね。うん、見てるね。この下を見てるね。了解です。下に何かいるのは分かってます。ああ、スパーリングどころじゃねえ。ああ、2対3とは卑怯な。ああ。これアイリーン来れねえかな。ここまでアイリーン来れば。アイリーン来い、アイリーン来い、早く。俺が走ればアイリーンも走る。止まれ。よし、行こう。おっと、ロードが霧だ。全く見えない。なんかある。すごい、カメラ越しで見れるってすごいな。画面の方全くね、真っ白です。でもカメラ越しだとね、めちゃくちゃよく見える。すごい、ぐるぐる回ってんの。あー、とうとうカメラでもなんか白くなったな。なんだここ、ただの霧か？あ？あれ？マップがない。私、怖い。いやいや、入らないよ。え、入る？入ってみましょう。
あ、入れる。え？とうとう壁というものが 穴というものが なかったんですけど 穴というより、まあ穴は開いてたけど、もう完全に、もう、ここに通じる穴ではなく 完全に。何？なんだこの嫌な感じは。なんだこれは。何？これを弱められるものを何か持っていたかもしれない。何？あ、除霊効果のあれ？セントメダリオン。嫌な感じが弱まっていく。このメダリオンのおかげか。でもこれがなきゃ、もうアンチではないっていう感じが？うるさいな。とうとう部屋がおかしくなってきた。やべえ、全自動、全自動、もうね、重い、ん？ドアも、ドア、あ、ドアも共鳴してないか とうとうアンチじゃない。はい、では行きましょう もうわけわかんねえ。ひどいね。窓の近くにあのセーブの日記もあるんだよ。ちょっとそれはひどいかな。絶対これなんもないって。では下へ行きましょう。セーブしてこいってやつだろ、多分さっきの。まあでもいいよ。大丈夫。セーブしなくても大丈夫。よし。早く来てー。アイリンこっちだよ。さあ。何が待っている？ このカメラワーク。なんだここはもう。ん？あそこか。駅だ。あぶー、もう。お前の声はほんと嫌い なんか落ちてる。あ、違う。あ、ろうそく。ホーリーキャンドル。ちょっと多いな、アイテム。近い。痛い。ちょっと待って、やっぱり部屋がアンチじゃない。マジか、ここから体力回復が重要になってくるわけだな。あ、すいません。なんか走ってた。あ、アンブルしかないけど、これ使えるのかな。まだ後でいい。なになになに？とうとう声が猿っぽくなった。違かった え？なんでここ来た？こっち行こう。お、エスカレーター。あら。よし。やっぱ登れない。じゃあ進もう。なんかさ、シンシア出そうだよね。浮気は許さねえぞーっつってシンシア出そう。
マジで新車が出そう。もう最初の頃に予想していたことが、とうとう出てくる感じ。長っ。なんかいる。うーわ。そんでもってない。踏み踏み踏み。穴がないの。すごいしんどい。あ、穴ある。あ、あるね。加工はなんない。あら。お、やった。待って。エアドリンクいただきます。飲みます。いやーん。カコーンはならない。待って、置いてく。あれ？ちゃんといる？ここいつもすごい泣いてるね。あら、またメダル持ってこなきゃ。あ、進んだ。髪の毛。いや、シンシアは茶髪だったよ、きっと。うん。何？あ、調べた跡がある。動いたー。じゃあ、これマジ動いたー。髪長くなってるし。これが説明書に載ってたあれか。もう アイリンフォーカスというか、もうブレてる普通に。ああ、普通にすり抜けてきた。いや、シンシャ、元気かい？ え、何？なんか用ですか？ その女誰よーっつってね。その女誰よーっつってね。お構いなしに攻撃。ダメだ。あ、あれ、逃げれない。逃げれない。行くぞ。ダメだ。シンシアは正気を失っている。おい、アイリーン遅い。お前ら。いた。こいつら攻撃活発になってきてんな。よし。よし。何も喋ってない？そんなはずはないな。俺心の中でちゃんとなんか喋ってるよ。うん。はぁ。開かないし。なんか。こっちだ。開いてない。こっちだ。開いてない。はい。じゃあメダル取ってきますね。きっとメダル取って進むやつだと思うので、メダルを取りに行きましょう。またここやんの？
アイリン早く来てください。え、俺どこ行けばいいの次。あれ、いなくなってる。中には列車の定期券がある。じゃあやっぱり戻ってコイン使う感じかな。あ、こっち通れなくなってる。あ、すいません。ちょっとびっくりする。文字ぼやけてる。髪の毛。え、生きてる？殺さなかったっけ？あれ？殺され？あれ？過ぎちゃった。よし。あれ？生き返るのか、こいつらは。では、今日はこれで終わりにしよっかな。なんか、これ以上進んでも中途半端な気がしますので、今日は、終わりにしたいと思います。何も喋ってないですね、後半ね。もう 今日はちょっと3本連続で撮りましたんでね、1時間半やったという感じです。これ、おおおお、誰かいる、誰かいる。赤い髪が挟まれている。私はまた犠牲者たちを回避するのに有効なものを手に入れた。それはやはり不思議な、それはやはり、やはりね。不思議な力を秘めているろうそくとセントメダリオンだ。しかもこの二つは向こうの世界の犠牲者だけでなく、この部屋の侵食も食い止めることができるようだ。ろうそくは部屋の侵食の近くで火を灯せばその聖なる力を発揮する。セントメダリオンは身につけていれば過去装備、その聖なる力で邪悪なエネルギーを跳ね返すようだ。少し希望が見えてきた。7月25日の出来事だった。古い。中にはおもちゃのかい。ママ、これあげるから、早く起きて、僕の宝物、電車にあるよ。あ、あれか。よかった、戻ってきて。ちょっとろうそく使いましょう。ここに、え、ここに置けない。ここに置けない。OK。はい、ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。ほんと西部の近くにこれ起こっちゃいけないじゃん。お、セントメダリオン消えちゃった。はい、終わりにします。 ちょっと待って、ここで終わりたくない。もうなんかやだ、もうやだ。まさかここにいるとか言わないよね。血たちが溜まっている。あ、同じね。詰まってる。詰まってるじゃね、塞がれてる。なんかここが一番アンチっぽく感じる。いや、一番アンチは、まあ、部屋でしょうね。ここが一番落ち着くな。やっぱり自分の部屋が一番落ち着くよね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回は電車の中にあるおもちゃ箱を開けに行きたいと思います。では、さよなら。次回お楽しみに。